はい、こんにちは、こんばんは、よっくんです。はい、ですね、昨日も言ってたんですけど、普通のチーデスがやりたいなということで北米に行ってきました。北米ならね、人がいるんではないかと思っていたんですけどあんまり、変わりませんね。はい、一応いるにはいましたということで怠慢になってしまいました。なんとか一人だけね、いたので、多分初めての方ですよね。でもどうかな、さっきのアンテナの立ち具合から見ると北米の方ではないですよね。ちょっと少なかったんで、アジアの方か、まあ別の地域の方ですね。北米のじゃない方だったんですけど、それでやってきました。ボブキャット、この距離はやっぱボブキャットの距離ですね。はい、ベレーにイドシジャケットにバイオパンツに、ボブキャットパンサー、これ上と思ったら下でした勘違い、ちょっとラグいですね。ラグい、お互い遠いので、アジア同士だったらそんなにラグないのかな、わかんないですね先行来た、先行来たけど隠れて隠れて、あ、向こうも隠れましたね。はい、当たりなかなかね、本当は4対4、まあせめて3対3じゃなくて、まあそれでもいなければ1対2でもいいなと思ったんですけど、なかなかね、怠慢で、なんというか、動画にしようかちょっと悩んだんですけど、なかなかこう、動画映えするやつが撮れない感じなのでね、まあ1対2とかだったらボコられても動画にできますので、キル数稼げるしね、敵さんが多いと。で、武器がアサルトなので SMG みたいにバンバン突っ込んでいかないので、はい、なかなか動画としてどうなのかなとは思ったんですけど、まあ一応撮れたのでね声入れてます。はいはい、いるかいないなと思いますね。はいはい後ろいただきました。やっぱラグいな、かなりラグいですね。なかなかこのデザートホールでの怠慢ってやらないので、リスがね、なんかちょっと分かりづらいというか、まあ、どこでも分かりづらいんですけど、怠慢自体をそんなにやらないので、ただ久しぶりにやったらね、楽しかったですね。ちょっとね、どうしても怠慢だと、まあイモールっていうわけではないんですけど、ちょっと用心深い動き方になってしまいますので、この時点でまだ敵さんの武器が分かってません分かってないので余計ね、用心深いんですよね。武器が分かればね、ある程度こう SMG ならまあ離れてとか、なんていうか、あ、来た来た、近い近い、あ、 KPM ですね。はい、 KPM 星6か、アジアの方かな。今一瞬お辞儀された気もするな、違うのかな、気のせいか、今お辞儀していただいた気もしたんですけど、なかなかね、これ KPM 星6でしたね。ある、かなりの武器差なので、まあこれはなんというか、スキルの差というか単純に武器差の気がします。この距離だともう KPM だと絶対勝てませんのでね。はい、これもし武器防具が逆だったらマッチの結果も逆になりそうな予感しかしないですけど、ここいないかな、リスがそこだと思ったんですけど、いないですね、いないな、逆、あ、後ろから来た、先行来ましたね。なかなか敵さんももうこっちの武器が強いって分かってるんで用心深いですね。先行がバンバン飛んでる、いないな。で、このボブキャットなんですけど、今弾が40発になってるんで、かなり弾持ちもいいですしね、 CQR より断然使いやすいですね。終わりか、ラストいけるかな、ラスト、あれ、いないあ、いた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 、その四角いやつの裏に隠れてましたね。KPM でドラゴンの防具でしたね、頭以外は。はい、まあ7の2、まあこれは完全武器差です。はい、終了ですこれね、なかなかチーです。本当にいっぱいいたらね、いいんですけど、なかなかいないですね。北米でもいないか。2戦目はこれです。これ、動画撮ってないやつ。ハドロンの UNK に、ヤギヤギ、バイオ。なんか最近ずっとバイオのパンツ、を愛用してますね。3点以外だったらもうほぼバイオのパンツ着
着てますね。あと LMG とか以外だとトレースつけてる方も多いですけど、自分はもう命中率アップがついてると思ってるので、ついてるかどうかは分かりません。あの昨日それこそロビーにね、あのシングのあのなんだっけ、シングのポーターアップの効果を直してくださいっていうのをロビーに書いたんですけど、あのポータブルアップっても明らかに分かるじゃないですか。だけどこの安定度アップとか、あの 5% のダメージアップとか反映されてるかがちょっと分かりづらい効果について、それもね疑ってしまうんですよ。本当ついてるのかなっていう感じになってしまうので、そういうのを、そういう疑念をね、持たれないように運営さんにはちょっとそういうあの効果がついてないっていうのをね、しっかり直してほしいですね。以前もあったんですけど、あの以前キューパルの頃とか、あのなんだっけ、自分はずっと言ってたのはスナのポータブルアップが反映されてないやつがずっとあってめっちゃ持ってるな、あのそういうのがあって、なかなかね、ただ昔のキューパルの運営さんと比べて今はねパルコさんもいますし、運営の方もあのなんていうか、日本のあの運営さんじゃなくて、直接あのデジタルレジェンドのあのなんていうかな、英語で送る方のあのメアドでもね確実に返信来ますので、対応はしっかりしてるんですけど、ただそういう対応ではなくてこういう結果ですね、あのしっかり直してほしいなというところはねありますね。まあただそれはまあ今後改善されてはいくと思うんですけど、ただもう寝具に関してはあのキューパルから今のアフターパルスの運営さんに変わった時からですね、はい、その時点であの寝具のポタアップの効果が消えてしまって、それからずっとねそんな感じなの で自分は寝具に関しても何回もメール送ってるんですけど、なんというかね改善されないですね。いい加減もう1年半近くなりますのでね、いい加減もう直してほしいですよね。もう本当にこれさっきの方かな、ドラゴンだし、防具が、あでもさっきと防具違うな、名前覚えてなかったや、名前覚えてなかったですね、武器もわからない、そういうとこをしっかり直していただければね、本当に今の運営さんはあの対応自体はもう神運営だと思うので、これで落ちてしまいました、0です。あ、自分1ですですね、1ですだ、あの最初の自爆かなんかで1です、落ちてしまいました。おまけに飛行機も飛んできた、うるさいなまあそんな感じですかね、まあ、マッチの内容を見ていただくというよりもちょっと自分のぼやきを言ってる感じですけど、あとこれ言っていいのかな、明日ちょっとまた動画撮影マッチを、ね、やりますのでね、皆さんと集まってという感じで、モンキーさんとかラムさんとか皆さんと集まって、ドラムさんとか集まってやりますので、またそれもね動画に上げていきたいと思います。これ最後にスコープ覗いた時とね腰打ちとの精度を比べてるんですけど、確かに覗いた時の方がセンターには行くんですよね、クロスヘアのセンターには行くんですけど、集団率はかなりいいけど、アフパルに関してはこの集団率の良さはねエイムがオートエイムなので関係ないはい、ということで、適当にぼやきで2000タイマン見ていただきました、今日の動画この辺で終わりたいと思います。よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。